ライブソナー用のねローテーターで最近かなり人気がね上がってきたこの TH タックルのツイストローテーター、スライドローテーターっていうのをねこれまでね紹介してきましたけれども、今回ツイストローテーターのね新しいモデルが出ました。その名もツイストローテーターシンクロっていうね名前になっています。まあパッと見た感じペダルのベース部分はまあ同じなんですけれども、ペダルの形状が変わっているのがね分かるかと思います。今までのツイストローテーターと何が違うのか、従来のねこのツイストローテーターなんですけれども、まあペダルに足を乗せてこのペダルを左右にねツイストですね、ひねる動きでそれに連動して、シャフトですね、まあ、インジケーター見てもらったら分かるんですけれども、これが、左右に振れるっていうふうになります。可動域でいうと右側45度ぐらいで正面で左側45度っていうね90度ぐらいの可動域で、シャフトの方はこれに連動して、まあ、360度はいかないぐらいですね、350度ぐらいですかね、あの回転するそういう形になります。スライドローテーターは、前後にスライドさせる動きですね。前に動かすと右回転、後ろにスライドさせると左回転で、ペダルから足を離すとその離した位置でロックされるっていうね、はい、こういう形の商品になっています。ツイストローテーターシンクロですけども、ペダルの見た目の違いはこんな感じです。こうね左右にまっすぐこうついて、ここちょっと色の変わったね白くなってるのが分かると思いますけど、これが実は結構ね大きなミソになってるんですね今回で、ちょっと動きの方をね見てもらいたいと思います。で名前がシンクロって言うんですけども、まあ、ギア比がこれね、まあ、1対1っていう感じになるんですね、シャフトに対して。だから、ツイストローテーターの場合は可動域がここまでここまでだったんですけど、こちらのシンクロモデルはこんだけ動きます。でちょっと踏み替えないといけないぐらいですけど、可動域がこんなに大きくなる。まあ、こうやって見るとね、もうあのお分かりかと思うんですけども、要するにあのシャフトの動きですね、まあインジケーター見てもらったら分かるんですけども、このインジケーターの動きがそのままペダルの向きになる、こういうモデルになっています。ボートに取り付けると、まあ、こういう感じになるわけですけども、はい、まあ、正面足を正面向けてれば正面向きます。で向けてる方向、この足の向いてる方向がそのまま、振動子の向きっていうふうに連動するんですね。従来モデルとの違いとしては、あのより細かなこのね角度設定が可能になります。まあ、これはねちょっと踏んでみないとわからないんですけど、ツイスト感というかその踏み感が、あのペダルがちょっと重くなってるんですね。だからじわっとこう動かすことができるのと、あとその足をまあペダルから離した場合でも動きにくくなってます。あのまあ従来モデルのツイストローテーターもそんな簡単にあの水圧受けて動くってことはなかったんですけど、よりあのこちらのモデルの方があのカチッと止まるような感じになっています。あのよりライブシューティングの精度を上げることがねできるかなっていうふうに思います。体をね正面向けた状態で足ひねる角度っていうのはまあある程度限界がありますので、後ろ方向向けようと思うと一旦このように踏み替えて向けないといけないっていうね、まあ、そこはちょっと従来モデルとは違う部分ですけど、それはデメリットなのかというと、あのそうではないかなと思います。ペダルの横にねこの白い線で、まあ、平行に入ってるんですけど、
これもね勘のいい人分かると思うんですけど、シンクロするってことは、例えばまあ正面向けてる時はまあね正面なんでいいんですけど、ちょっと例えば45度ぐらい向けた時に船の中心に対してあのインジケーター、まあ、すなわち振動子の向いてる向きはイコールこのペダルの向いてる向きになるんですよね。ライブシューティングやってる人、インジケーターつまり振動子の向きに向かってあのきちっとルアーを投げるっていうことを、されると思うんですけど、この位置関係の差ですね、あの魚探がある、それからあの足元にペダルがある、で、ほんで振動子は前にあるっていうので、この位置関係の差で微妙にこの向きってやっぱ判断しにくいんですよね。若干この位置が違うことでズレが生じる場合もあるんですけど、これもうこのペダルがインジケーターの役割を示してくれるので、このインジケーターの向きに向かって投げてやるっていうので、方向をねここで見るっていうことができるんですね。これはまあ大きなメリットかなというふうに思います。まあ、ローテーターを使ってそのライブシューティングをする場合って、やっぱまあアンカーロックありき、もしくはもちろん見える取水塔とかもあるかなと思うんですけど、見えない水中の岩であったり魚礁であったりね、そういうものに対してきちっとどちらの方向にそれがあるっていうのを微調整して捉える、そして固定する、でその方向に高精度にこうキャストすることが可能になるっていう意味で、まあ、従来のツイストローテーターよりもさらにシューティングに特化したモデルっていうふうに言えるかもしれないです。まあ、直感的な操作っていう部分ではね、まあ、そのままその向きが表示されるっていうところはあるんですけど、まあ、クイックに広範囲をこうサーチしたいとかいう場合ですと、まあ、従来モデルの方が使いやすいです。まあ、だからそこら辺は使い比べて、まあ、もうちょっとこう詳しいことね言えるようになるかなとは思うんですけれども、まあ、今の時点でねこの印象としては、まあ、より高精度なシューティングをするには、こちらのねシンクロモデルの方が向いてるかなというふうには思います。3種類になったねこの TH タックルのこのローテーターなんですけども、まあ、それぞれレンタル用ボート用のショートモデルとバスボート用の、通常の長さのモデル、まあ、これノースウェーブの別注品になるんですけども、これロングシャフト用の別注品になります。まあ、シャフトが長くなっています。ブラケットなし の、 レンタルボート用モデルとか、まあ、これはちょっとプロトタイプのブラケットで取り付けてるんですけども、このシャフトだけのモデル、それから、バスボート用のアンカーロック機能付きのエレキの専用ブラケットが付いたモデルですね。これなんかはローランスのゴースト用のブラケットが付いています。でこちらはミンコタのウルトレックス用のモデル、あとまあここはないですけどガーミンフォース用の、モデルなど、まあ、バリエーションでいうとすごくたくさんあるんですけれども、まあ、それぞれのボートあるいはエレキシャフトの長さっていうのに合わせた形でラインナップしています。当店の方にはデモ機としてツイストローテーター、それからツイストローテーターシンクロスライドローテーター、まあ、これはやっぱ体
感してもらうのが一番いいと思いますんで、お店まで来てもらえれば比較してもらうこともできますので、またねお気軽に問い合わせいただければと思います。